キンプリ・ヒラの使用脱退後の海外進出へ。芸能人の英語発音をプロが厳しくチェック。海外動向と発音の真相。今年5月22日をもってグループ脱退、及びジャニーズ事務所から随時退場するキングピンス、以下、キンプリ、の平野使用岸シユータ、ジングユータの3人。脱退発表の際、平野は辞める理由として、 グループの海外進出という目標を叶えるにはもう遅いという趣旨のコメントをしたほか、騎士は今後の活動について海外に関わる仕事もしてみたいと発言。そのため、脱退退場後のメンバーは海外進出に向けて動くのではないかと見られており、平野に至っては韓国の大手芸能事務所に移籍するとの噂も囁かれている。 一方で、日本以外での活動となると当然、語学力、特に英語で会話ができる能力は必須だろう。やめジャニーの先輩である山下智久は、流暢な英語を話せることもあり、フールオリジナルの海外ドラマ、ザ・ヘッド、2020年にメインキャストとして出演。さらに今年は、米仏非共同制作の主演ドラマ、神の雫ドロップソブ・ゴッド。 フ u ル u の配信も控えている。山下のように英語を喋れる芸能人は多数存在するが、プロによると中には発音がいまいちな人もいる様子。今回、サイゾウー,ーマンでは英語発音指導士 R の加藤博人氏に英語ペラペラ芸能人の発音をチェックしてもらった過去の記事を改めて掲載する。編集部。 初出、2017年11月12日。赤西人、木村拓也、石原さとみ英語発音指導士、が、ペラペラ芸能人を辛口診断。日本国内では、芸能人が英語を話していると、すごい。ペラペラ。と尊敬され英語っぽく聞こえていれば発音すごい。と評価してもらえるだろう。 必死で覚えてきた英語の文章を暗記して喋るだけでも、流暢な英語で挨拶した、と絶賛されるのが通例だと言える。しかし、プロの耳からすれば、それらが本当に綺麗で正しい発音とは認められない場合もあるだろう。そこで、英語ペラペラ芸能人の発音は本当に正しく綺麗なのか英検一級、トーイック、19, ic, R、980点。 教育リスニングセクション30回連続満点の最年少、英語発音指導者 R、高校2年生の加藤博都氏に芸能人の発音をから口チェックしてもらった。工藤静香木村拓也夫妻を比較まずは、お子様たちをインターナショナルスクールに通わせているセレブママの代表工藤静香の英語からから 2007年11月放送の英語で喋らないと NHK に出演した時の英語を聞いてもらった。イントネーションも発音も週に1回40分かける5年間くらい英語を勉強してきたレベルです。つまり、下手。不自然な巻き下が耳障り。全体的に語尾を伸ばしすぎです。例えば、アイムはシンガーという際、シングラーという単語の語尾が長すぎます。 シンガアーアカラな感じです。全体的に語尾を上げて伸ばして喋しるのは、英語に自信がない人の特徴ですね。では、夫の木村拓哉はどうなのか木村拓も、英語が上手、という噂がある芸能人の一人ではある。静香さんよりは良いですね。日本語の喋り方と英語の喋り方が似ています。不自然な巻き下などはなさそうですね。ただ、 発声は今まですね。英語発音特有の口の筋肉を使うことができていません。アメリカ英語は特にお腹から声を出す感じなんですが、それができてないですね。赤西人の英語は本物。06年に語学留学で渡米し、その後キャットタウンを脱退して以来、アメリカでの音楽活動にも積極的な赤西人はどうか YouTube で見つけたファンが作ったと思われる赤西仁の英語ヒストリーという動画でジャッジしてもらった。発音は綺麗ですね。ちゃんと英語を発音するための口の筋肉を使っています。アメリカでの生活が長いようですから、しっかりと地に足のついた英語です。赤西さんの英語は年々その進化がわかることがすごいです。 07年頃に最初のブレイクスルーが来ていますね。さらに16年にも発音力、流調査がアップしています。俳優の鈴木良平は南韓の東京外国語大学外国語学部欧米第一家庭英語専攻を卒業している、かなりがちな英語話者。ドイツ語や中国語も堪能だ。 大学時代には NHK で英語での受け答えをする電話問い合わせのアルバイトを3年していた経験があるという。14年8月、日本外国特派員協会で映画、東京トライブについて記者会見した動画をチェック。期待できそう。今回聞いた芸能人の中では最も発音が綺麗です。話す内容や文法も正しくて、 正しい英語を使い慣れていますね。発声も日本語とは違う場所から出ている感じで、本当の英語を話しているんだなという印象です。素晴らしいです。実はハリウッドデビューしていた北川稽子の英語力は北川稽子が06年のハリウッド映画に出演していたことはあまり知られていないが、マミヤ兄弟。 で、映画デビューして4ヶ月後に、ワイルドスピード X3 東京ドリフトにちょい役で出演している。ファンからは英語がすごくできると思われているようだが、実は英語を喋っている動画が少なく、YouTube にアップされていたワイナリーをめぐる番組で発見した英会話シーンで診断。検証が正しいかどうかはわからないのですが、しかし、おう、べいおー。 h, h, h などの言葉が多く、センテンスとして成立していたのは、what do you think about it? だけで大したことは話せていません。外国人との会話も洗ってごまかしているようなシーンが多いですね。美しい人ですから、それでいいんでしょう。福士蒼太は中学の時に、英語の先生に発音外から、英語を頑張れ。 と励ましてもらったことがきっかけで英語学習に目覚めたそう。彼の発音は実際どうなのだろうか ?2014 年のローマ国際映画祭でのスピーチを聞いてもらった。スピード感はいいと思います。発音は日本人にありがちな、子守 K ですね。動画の中でイタリア語でスピーチをしているシーンがありましたが、あのイタリア語は英語発音が入っていていま一でした。 英語の発声には腹筋を使っていないと思われ、口先だけで声を出しています。英語はもっとお腹から声を出すのが良いとされているのです。英会話講師役も演じた石原さとみはでは、映画、シンゴジラ、で日経三世のアメリカ人を堂々と演じていた女優石原さとみの発音はどうか ドラマでの英会話講師役、英会話スクールの CM でも英語を披露している。一般的には英語ペラペラの芸能人である。正しい英語発音を知らない人には流暢に聞こえる英語だと思います。聴解力は結構良いですね。発音は残念です。石原さんの発音は日本人英語ではなくて中華系の英語に似ています。例えば、Teachers。 先生の複数形の発音の場合、石原さんの発音は、シアーが日本語の、茶になっています。実際には、チェルノブイリの、チュエに近い発音です。L と R の発音も適当ですね。変に巻き下なので、わざとらしく、そして正しい発音ではありません。なかなか厳しく鋭い英語発音ジャジだったが、読者の皆さんはどんな印象を持っただろうか 少なくとも、石原さとみは英語が上手。というイメージは一旦消した方がいいのかも。イメージはい、